お疲れ様です。今日はこちらコカツちゃんやっていきます。さあ今日はねムートが入っているコカツデッキというわけでやっていきます。まあムートね、ここ最近迫撃砲やまあクロスとか、まあ、基本的に何にでもね刺さるというので、まあそんな腐ることがないですね。はい、まあ対ラバとかにも、陸で結構プレッシャーをかけれると思うんで、まあまあなんか刺されそうだったら出して、最悪出さなくてもね、戦えるよというねコカツデッキでございます。でタワーはブラスターです。はい、まあ当たり前かな。このコカツじゃなくても、まあ、テスラのコカツ、インフェルノタワーのコカツ、基本的に今の時代のコカツはよいしょ、やばい、よし最後、え待って、えこれ見て、これ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 、ラッキー俺ムート出したっけ。あーまずいやこれでも最強の吹き合いになれそうだけど最弱の吹き合いにもなれる。おっつい、今の矢の羽はちょっと無理したよね。落ちて、いやーまあまあまあいいでしょう。でこのデッキもともとはウッドの枠を俺が勝手に LSP にね、はい、変えたので、ちょっとだけ相手のスケルトンバレルや、まあ、ゴブリンギャング、ゴブリンドリルの浮きがちょっと大変です。はい、ちょっとだけね。まあでも逆にコウモリとかにはね一発だけでいい。ザップとかあったりしちゃったり逆なんね。あー守れねえな。でも相手もこれ守れないと思うんで、11ですか。いやこの11交換はね怪しいよな。ちょっと攻めちゃおうかな。コウモリ？逃げないと。でも結構入りそう。いい。殴り合いすぎるか。ちょマジで怖いな。相手メガナイト。ヤンキーすぎるけど。まあ耐えたんじゃない？やば、もう読みのね。え、でもでかい。でもキングちょっとあるな。あとこのムートも強い。ヤナムとかない。あった。マジある。いけ、マジ頼む。おい危なっかしい試合ではあるが勝っちゃいいんでね勝っちゃいいんでね。おおでこでこでこで進化バレルがね、はい、刺さりますよというわけで、まあ LSP の枠は別にウッドでもいいです。はい、どうなんだろうな。まあ使いやすいタイプがあると思います。はい、俺はローリングウッドよりもなんか適当に LSP 出して回したい派なので、はい、エレクトロスピリットですけど、最後ちょっとの削りとかはねウッドがないと削れなかったりもするんで、マジで好みかなと。で俺が大好きな SK ファースト来ました。はい、海外の猛者ですよと。まあゴブジャイプリプリ的なね。はいはい、もうこれだけでちょっとだるいですよ。嫌な目だけやめてね。おいいね。まあ、明らかにやりすぎなんですけど許してください本当に。あ、タゲ割る今の吹き矢が残ってたらさグロいことになった。うわこれ終わっちった。一応キング起動なんてものもできるんですけど、おとなしくムートでもいいな。よし、いやもう偉いおとなしく受けようと。相手何これ、メガナイトプリンスゴーストインドラか。結構カチカチ構成だね。火力マザーネクロとかがいてもおかしくはなさそうな構成、かつ呪文がね。あーヤナメじゃなかったらいいな。
なんでレイジってこんな強いんや。でもさすがにこれコストがちょっときついんじゃない。メガナイトのコストないよね。うわ良すぎるだろ。まあここは延命なんてしない。こんにちは。うわもう一個内側とかでした。ちなみに LSP 使うと相手のラムが止まらない。ちょっとレイジだとねプリンセスの処理きつそうみたいな。あとムートもね、さあこういうメガナイトには一応優秀だと思っているんですけど、それ嫌だな。まあ、絶対きつそうだよな、ね、残れからのね右行っちゃいます。このウォールブレーカー追加だるいよ。てかムートがこれ、いやこれ許容でさ耐えられんのか。いやムート強いなめちゃんく強いな。よしプリマルが吹き矢でごまかし、LSP あれば止まるでしょう。でここで冷静にね行かないなんてものもあります。あれいけばよかったかな。大丈夫焦んな。買ったくねこれ守んのマジむずいぞ。うめえかよ防衛。まやべまいや、うめえかよ。いや、防衛上手すぎだろ。さっきの止まんのかよ。わあ、さすがファーストと言ったところか。いや、これ勝ちたいな。いや、相性めっちゃいいと思うんすけどね。ボンバー、進化ボンがすごい良かったな。さすが海外プロっていう感じだね。うまいね。冷凍庫は、名前の通りフリーズですし、やばすぎるそれ。どういうこと？熱っ。でも、たるやか。やだね。ババ的な。バルキリー、こんにちは。で、ブラスターに対して単品オールブレイカーはまあ無能なので。まあ、他で攻めるとか。ヤナアメタルババね。で、フリーズもあると思います。名前的に。ふふふ。やたるか。横にずらしてよかったな、これ。たる。はいはいはい。いやだめね。ホグが、ホグか。で、バルキリー。まあ、だいぶ特殊ではあるよな。いやー、そうね。これ多分、やだめ即来るんで。その後にプリン出して、まあ、負け筋はインドラ事故的な。内側のバレルちょっと読みづらいんじゃない。よしよし、タルババね。
空振り用ですからね。いやもうここのホグちょっとまずい、早めに芝居とくか。許して、オールブレイク行けよかったな。 今でも間に合うかビビっちゃった。いやこの横ずらしちょっと熱い。あーフリーズ切ってくれるの熱いが、そうなんか熱いの。いやーそれ強すぎるな。当たる便利だね。フリーズパッキンか。まだ夢あるよって話ね。逆に滝が不休が、おっつシングナイトやばすぎる真ん中に来たシングナイトが右の向きは延命してたぞ。さあサンドボックス今日はモサデーですか、もしかして。サンドボックスなんかずっとドリル使ってた気がすんな今期。はい、うわ着色泳ぐやしょっぱ。いやムート事故起きればいいけどなっていう話ね。さあだるいね着色服か。まあ守ることはマジ大事だなこれ。早くねちょっと、ムード入ってる。オルベカマウンチありそう。よしインチクダメージでかすぎる。やばい、でもここのホグが、ホグじゃねえロフグが逆か。いやでかすぎるムード入ったぞ。はしまえプリンはやっちゃったり。いやでかすぎん。負けすぎ、マジお前ら。やばい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 、ちょ待って待って待って、ちょっとビビらせんだよ。でこれにウッドとかデリ使わして、諦めたかもね。諦めたやねえか。いや許容うますぎる。逆に5個スローフグ来るやんこれ。やばい、ちょっと負け筋した。このケツプリンマジ強い。いや進化ないと熱いな。大砲壊すのガチ勢すぎん。よー読みうまい、スケ読みエレスピしたらアイスピだわ。よし、うわこれはいいんじゃないサンドボックス諦めさせちゃったよ。いやムートやっぱ事故りやすいよな、一回だけ取ったらね結構食らっちゃうしな。うわ熱いねこの部活いいな、楽しいしな。
さあ、カイトンカツさん、ゴーレムのプレイヤーなイメージがあります。まあ、ブラスターならちょっといいね。取れねえ。一応ケアするか、バレル飛ばすとき。なんかうざそう。4-2セパなんてどう？微妙か？おー、ザップ。ザップ珍しくない？あのムートね、吹き矢だけで止まるという予想。あ、最悪。マジでごめんな。吹き矢ごめんな。まあ、バレー飛ばしたいけどね。キンキン嫌だな。ザップだったもん。おお、スケキンボンね。なんかエリゴレみたいな。やばい、これ定位置でよかった。ボンバーがやばすぎる。うつきぃぃぅこのスケドロ天才だろお前。絶対何食ったらそのエイムが身につくんや。振り向き天才すぎるだろあれ。ボンバーいたな。これだいぶまずいんで、1倍タイムでこのさ、華麗な防衛されてんのはまずいよね。定位置の方が良かったかな。ボンバーあるよねえ、思ったんだ。あ、でも、え、あのさ、ちびっ子たちがかわいい、かつ強い。行っちゃおうぜベイビー。守れる自信がないぜ。うっとく欲しいぜ。このギアが残ってるぜ。吹き矢優秀だね。まあ相手ザップだしブラスターだしみたいなね。いやでもいい防衛だな。明らかにきつそうではある。卵パッカン、こんにちは。これでワンチャン掴まれることあるかな。マジ怖いよね。あるんだろうなクララって。だから逆サイとか攻めとこう、おとなしく。でここのバレルが左か右刺さって、うおいブラスターの弱点がね出まくってる。さあいいね。まあ枯渇もね、ウッドや柳持ちに張り合う時代になってますから。当たり前になんか何もないね、今みたいにザップデッキとかには勝ちたいよね。さっき負けたけどね。LSP よりか、親衛隊、可能性あるな。ムートちょっと強いけど、ウッド？わかんねえな。オリウッド？ロイジャイ？そんなことあんのかな？オリトリトンってやばくない？エレジャイでも、ね、ボコボコにしたいってこと？いないのに。ここで決まりそう。今ナイトつけても強かったな。え、ミスってねこれ。
いや、いい受けされちったなーってか、なんか右サイドが入ってるやん。俺ロイジャイ右に出された？ゴースト強王が意外と痛いのか。まずいね。ボイドウッドか。汗汗。ボイドまずいな。でかい。でかすぎるこのダメ。相手ペッカいるかもな。ここに来て。いねえか。相手結構コスト使ってくれんね。ただのアイスイズロイじゃん。毎回生きてる。うっとかない俺でも。え、強っぷり。火力やべえや。おい、ボイドウッディに勝てんのでげえ。でげえけど、オリートリトン。なんで。さあブラスターいいね。イフ、まあウォールブレーカーは刺さりにくいけどっていうね。さあこの時点で迫撃っぽい。まあメガラムもあるっすね。いや、いいね。ちゃんと警戒しての手前バレルも良かったり。やな、雨があります。いやー、これブラスター強いな。吹きは無視されるんで、ウォールブレーカーでちょっかいかけます。え、アイスイズだ。おや、となると何のできた。なんだこれ、アイスイズムートディガー。なんか珍しいね。コウモリを使いたそう、どっちかに。ムートが行くな、まだムートがまだ行かなかったらな。コウモリ残る、残んねえな。なんか迫撃砲にアイスウィザードが入ってるっすね。守り勝った。ペッカとかだったらもう終わってたな。さあ迫撃ディガーの、まあ、進化がコウモリとって感じだよね。ケツムート、まあ、進化迫撃だけだるいよね。これは熱いな。誰が何と言おうと熱い。いや、よく耐えたんじゃないこれ。ギャング手前だけはね、一番ダメだったな。偉いな。ギャング手前偉すぎるな今の。
耐えてるね。一発オールブレイクを。おい、あ、まだ終わってね。なんでね、やつい。あえて矢斜めも結構節約するプレイヤーだね。さあ、それはウォールブレイカーが一発。矢斜め来たら、さあ耐えて、どっちかが、やばい、めっちゃ痛いされてる。拾って、おもな、い、今のさあ進化バレルギャングとアイビスでめっちゃ綺麗に守られるが、しかし、いや、ムートが強え。ナイス3パチ。さあ、モハメド、これなんだっけな、わかんねえ。敵はハシマイプリンだ。行ってこい。ボイドザップの時点でもう残り1枚はヤナメです。はい、ペッカコブジャイ形組んで、あんたどうすんのデッキ来ました。やばい、ケツペッカ来てゴブジャイつけられて、どうやって守んねんっていう試合をすることになりそうです。やばい、咲いちゃった。ムートマジで頼む、お前しかいねえ今。おー、重い、止まれよ。 OK、 痛いけど、まあ許せます。今アド取ってます、エリクサーの。だいぶ、いいね。ジャイプリなんだ、サンスペ、なるほど。ヤナメレイジゼブ、ヤナメボイドザップか。進化もんだけマジ嫌だな。強っ、ヤナメボイド全部飛びやん。いいな、いや、優秀すぎるなぁ。でも、いい方が刺さってはいる。いや、ムートのおかげで耐えれてはいるよ。マジムート頑張ってる。いや、さが引っかかってんな今。諦めてないよ。ね、
待ってました。それうおい、今のレシピ絶対ボンバー来ると見えてました。バレバレですよ。ナイス、気持ちよすぎさあってことでコカちゃんです。いやマジコカツはね、どの時代もやっぱ楽しいから好きですね。はい、またなんか施設がないことによって結構ユニットいっぱい出せばなんとかなるんで、使いやすくて俺はこういうコカツデッキがね、はい好きです。皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと効果もおっしゃってた。明日は何